海と日本プロジェクト in 宮城。志津川湾を囲むように23の港がある南三陸町。海の幸豊富なこの町ならではの名物があります。町の商店街でも楽しむことができます。わあ、美味しそうですね。町内で10軒の店が提供している南三陸キラキラ丼。すごい脂乗ってますね。南三陸町は新鮮な魚介がやはりこう売りなので、皆さんこう美味しいって言ってもらえるので、まあそれが嬉しいですね。夏はウニ、秋はカツオなど季節ごとの海の幸をメインに、それぞれの食材を生かし、店ごとにオリジナリティあふれる丼が楽しめます。季節料理しのや。震災で以前の店はなくなりましたが、同じところに建て直し7月末にオープンしました。油がすごい乗ってて美味しいですね。ありがとうございます。何杯もいけちゃいそうですね。そうですね、はい。震災で、壊滅状態になりましたけど、なんでここにこう根付いて生活を求めるかっていうと、やっぱこの魚がね、旬によってコロコロコロ変わって、キラキラ丼のアイデアの一つの中には、やっぱりこの短い旬を楽しむって言いますか、今しか食えないよっていうものをこう楽しんでいただくっていうのが一つのコンセプトになっています。豊富な海の幸を楽しめる南三陸キラキラ丼、食べると幸せな気持ちになりますよ。海と日本。